皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。石川祐希が在籍するペルージャは、イタリアセリエ A のスーパーカップ決勝を9月22日、日曜日に戦い、トレンティーノを3対2で破って3年連続6度目の優勝を飾った。石川は MVP に選出された。石川祐希、ペルージャ、その他の写真、石川祐希が新天地で早くも活躍を見せた。9月21日、 土曜日に行われた準決勝でピアチェンツァを3対1で破ったペルージャは、翌日に行われた決勝でトレンティーノと対戦。石川はスタメンで出場するとアタックで17得点、ブロックで2得点、サーブで1得点を挙げて、チームトップの20得点を記録。ブレークポイントもチームトップの10得点と、フルセットの激闘を制した試合で重要な役割を果たした。試合後 石川は表彰式で MVP に選出されると、チームメートに祝福され、笑顔でトロフィーを受け取った。ミラノから王者ペルージャに移籍し、今季の前哨戦を優勝で締めくくった石川は、9月29日、日曜日、にベローナとホームでレギュラーシーズン初戦を迎える。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。